橿原市の奈良トヨタの販売店が今日リニューアルオープンし、関係者らによるセレモニーが行われました。オープニングセレモニーが行われたのは、奈良トヨタ橿原店を改装し、レクサスの認定中古車販売店を新たに設けた店舗、モビリティガーデン LT 橿原です。トヨタとレクサスを同じ販売店で扱うのは西日本で初めての試みで、11の整備作業台やキッズルームなどを完備していることが特徴です。式では奈良トヨタ自動車代表取締役社長の菊池治さんら関係者によるテープカットが行われました。これまでレクサスの販売店は北和地域の2店舗のみでしたが、今回の新規開店によって中南和地域のオーナーにとっての利便性の向上が期待されます。菊池社長は、サービスだけではなく電気自動車など新しいことにも対応し、地域の皆さんに喜んでもらえるようこれから成長していきたいと意気込みました。